コディ・ジェームズ・ベリンジャーは、アメリカ合衆国アリゾナ州マリコッパ軍、チャンドラー出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のロサンゼルス・ロジャース所属。父親は元メジャーリーガーで、2000年のワールドシリーズ優勝メンバーである、クレイ・ベリンジャー。愛称は、ラストネームを短縮した、ベリ、またはコディ・ラブ。後者は、2015年のスプリングトレーニング期間中だった。 バレンタインデーで、ジョク・ピーダーソンに対して付けられた愛称ジョクラブに由来する。2013年の MLB ドラフト4巡目で、ロサンゼルスドジャースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグドジャースで、プロデビュー。47試合に出場して打率。210、1本塁打、30打点、3盗塁を記録した。2014年は、 ルーキー級アリゾナリーグドジャースとパイオニアリーグのルーキー級オグデンラプターズでプレイし2球団合計で51試合に出場して打率3123本塁打、34打点8盗塁を記録した2015年は A 級乱直カモンがクエイクスでプレイし128試合に出場して打率26430本塁打、103打点 10盗塁を記録した。2016年は、A 級タルサドリラーズとトリプル A 級、オクラホマ式ドジャースでプレーし、2球団合計で117試合に出場して打率。271、26本塁が、71打点、8盗塁を記録した。2017年は、開幕をトリプル A 級オクラホマ式で迎えたが、4月25日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のサンフランシスコジャイアンツ戦にて8番左翼手で先発出場してメジャーデビュー。3打数1アンダーで9回表にニール・ラミレスからメジャー初アンダーとなる遊撃への内野アンダーを放った。7月15日のマイアミ・マーリンズ戦では球団史上9人目、ロサンゼルス移転後では3人目。 球団新人史上初のサイクルヒットを達成した。8月2日のアトランタブレーブス戦でフリオテヘランからシーズン30本塁打を達成した。9月16日のワシントンナショナルズ戦でシーズン38号本塁打を記録し、1930年のウォーリー・バーガー、1956年のフランク・ロビンソンと並んだナショナルリーグにおける新人による、 シーズン38本塁打となった。そして、9月22日のジャイアンツ戦で3回に、ジェフ・サマージャから39号本塁打を記録し、当時のナショナルリーグのシーズン新人本塁打記録を更新した。最終成績は打率、267、39本塁打、97打点だった。ポストシーズンにも出場し、三本塁打、九打点を記録する一方で、 ポストシーズン及びワールドシリーズでの最多三振記録も残した。同年オフにはニューヨークヤンキースのアーロン・ジャッジと共に満票で新人王を受賞した。2018年は162試合に出場し、本職の一類の他に中堅士としても数多く出場した。調子に波があったものの最終成績は打率260、25本類が76打点で、 145アンダはチーム内トップだった。ポストシーズンは全体で打率。1 1 5と定調だったが、ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズでは、第4戦のサヨナラダを含む活躍を見せて、シリーズ MVP に選出された。2019年は開幕から好調で、4月には打率。431、オプス1.397で、プレイヤー・オブ・ザ・マンスを初受賞した。 前半戦に30本塁打の球団記録を打ち立てて折り返しオールスターゲームに選出された。7月にはストライク判定に抗議して自身初の退場処分を受けるということもあったが8月2日のサンディエゴパドレス戦で球団史上最速での通算100本塁打を達成した。最終成績は打率305、47本塁打。 115打点でシルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞を受賞し、ドジャースでは2014年のクレイトンカー賞以来5年ぶり、球団史上12人目となるナショナルリーグ MVP を受賞した。また前年同様に一塁、中堅、右翼と複数のポジションで出場したことで、フィールディングバイブルアワードで外野手部門とマルチポジション部門のダブル受賞となった。二千二十年は、 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で全60試合での開催となった。打率239に終わるなど打撃成績を大幅に落とした。守備面ではボストンレッドソックスから加入したムーキー・ベッツが右翼に固定されたことなどからこれまで比較的守ることの少なかった中堅での出場が多くなったが中堅での守備率9 9十。 失策1と安定した守備を見せた。ポストシーズンでは、パドレスとのナショナルリーグディビジョンシリーズ第2戦で、フェルナンド・タティス・ジュニアの逆転本塁打かと思われた。打球をホームランキャッチ、ブレイブスとの NLCS 第7戦では、クリス・マーティンから決勝本塁打を放つなど要所での活躍を見せ、ドジャースの32年ぶりとなるワールドシリーズ優勝に貢献した。 2021年4月1日のロッキーズとの開幕戦では本塁打を記録したがジャスティン・ターナーが本塁打制の打球を補給したと勘違いして起類した際にベリンジャーを追い越したため本塁打が無効となった。卓越したバットスピードを誇り一塁守備も巧み、その共通点から前世紀のエイドリアン・ゴンザレスを彷彿とさせるという声もある。 2017年のワールドシリーズでは史上最多三振を記録するなど長打力と引き換えに三振が多い傾向にある。ありがとうございます。